オープンキャンパスに参加した1年生のシステム工学部の井上和樹さん観光学部の久保飛鳥さんのインタビュー FM 和報の河内さんがしてくださったんですが、はい、河内さんいや実際にやっぱり聞いてみると わかりますね雰囲気がそうですね、うん、まあシステム今回はシステム工学部と観光学部の二人にしか聞けなかったんですけどもうあの和歌山大学全体でももうこんな元気な学生ばっかりで、うん、でまあ今年もたくさんの方々も来てくれると思うのでぜひ楽しんでほしいなと思えるインタビューでした、うん、はい、えー、入試科の山口さん、はい、あの山口さんもあの教育学部、ねはい、出身ですよねあのオープンキャンパスは行ったりされましたか。 はい私も学生の時にあのオープンキャンパスに参加させていただきまして<ー>その時にやっぱり学生のこのパワフルな姿っていうのを見てうん、うん、和歌山大学に興味を持つきっかけになったんですね、うん、ですからこの夏に来ていただく高校生の方々にもそのパワフルな姿を見ていただいて自分も和歌山大学に行きたいとかそう思っていただけるようになってほしいと思いますねそうですね、はい、えー、いよいよ迫ってきました7月24日日曜日曜和歌山大学でオープン キャンパスがあります、えー。時間は何時からですか？時間は10時からとなっているんですけれども、<っ>受付時間に間に合わなくてもあの来ていただいて構いませんので、<っ>はい、ぜひいつでもお越しください。はい、予約はいりません。参加は自由ですのでね、ぜひ行ってみてください。詳しいことは和歌山大学の入試課073。 四五七の七一一六、零七三、四五七の七一一六へお問い合わせください。この時間は、七月二十四日、日曜日開催の。和歌山大学オープンキャンパスについて、お伝えしました。和歌山大学の情報満載。 ニトリさあ7月24日オープンキャンパスがあるんですが。 それまで待てないというあなたのために、ここではバーチャルオープンキャンパスと題して、和歌山大学の魅力や受験を乗り切るコツなどについて、学生の皆さんに聞いてみようと思います。それぞれの学部を代表してお一人ずつ来ていただきました。ご紹介しますね。まずは、教育学部の林彩香さん。はい。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。4年生です。 はい。えそれから経済学部の井原篠博さんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いします井原さんも四年生はい、はい、でシステム工学部からは三年生の佐藤健太郎さんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますそして 観光学部の3年生、岡田恵マリーさんです。はい。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ますこの4人の先輩に来ていただきました。それぞれ皆さん、今、どんなことを学んでるのか聞いてみましょうね。えー、まずは、教育学部の林さん。林さんは、どんなことを勉強しているんですかはい。えー、私は3回生の時にに教育実習に 行きまして三四、えー、回生ではあの教育ボランティアといって小学校の方に、うん、見学に行かせていただいています。うんえー、でゼミでは、えー、歌唱活動 についての指導法っていうものを、えー、研究していまして、えー、私は小学校の、えー、教師を目指してるんですけれども、小学校の教師になった時きに、えー、子どもたちにいろいろな指導法を伝えたいと思いまして、今その指導法を考案しているところです。歌唱指導法っていうのはどんな指導法なんですか？はい、えっ、ー、と特に私はえっ、ー、と発声ではなくて、うん、言葉を、うん 相手に伝えるというメッセージをその歌の気持ちっていうのを伝えるためにどうしたらいいかっていうあの指導法を具体的に、うん、あの考えているところです。<ー>はい、えっとそれは先生がそういう指導法っていうのを、はい、あの教えてくれるそれを自分流にっていう感じですか？そうですねゼミで習ったことを元にしたり、うん、現場に出て子どもたちの様子を。えー 観察というか見させてもらって、うん、えいろいろ考えた上で自分なりにまた新しい方法を考えるっていうあ,<ー>あの感じです。例えばどんな感じかちょっと教えてもらってもいいですか。はい、えー。例えば、うんうん、やっぱり日本語っていうのは、うん、あのすごく、えー、伝わり。 にくかかっったりとか、うん、あの他の言言語てて難われてますもんね、はい、なのでえ口の形をどういうふうにするとか、うん、あと相手に伝える言葉が言葉のこう裏に隠れているメッセージをきちんと考えた上で伝えるっていうふうん、風な感じで、ねはい、しています結構専門的なところをもうその教えるっていうところの、はい、さらに突き詰めたところまで。 そうですね、うん、やっぱり教育学部でその教育の全体のことも勉強しますし、うん、自分のやっぱり好きなこと歌がやっぱり好きなので、うん、その好きなことを突き詰めてそれを子どもたちに伝えたいっていう思いであの毎日勉強していますなるほどでは経済学部の五十嵐さんにも聞いてみましょう五十嵐さんは経済学部でどんなことを学んでるんですか はい、そうですね私がその1回生の頃は一般教養科目や基礎教養などの基礎的な科目を経まして 2>,、うん、2回生からはさらに専門的な学科に分かれまして専門科目を中心に勉強します3回生からはゼミが始まりまして4回生ではその3回生で勉強したそのゼミのゼミの専門分野を、えー、中心に卒業論文を書いております。うん あの経済学部はあの1年生が終わってか,からだったかなかあの半年経ってからだったかあのそれぞれれぞの学科に分かれますよね経済学科とかビジネスマネジメントとか市場環境とか私の頃はそんな感じだったんですけど今も同じですかはい今も同じで経済学科では主にミクロ経済学やマクロ経済学。 ビジネスマネジメント学科では会計学やその簿記経営学に関して勉強しまして、うん、市場環境学科では主に法律などの勉強を中心にしております、うん、その中で五十嵐さんはあ私はビジネスマネジメント学科で、うんえー、会計や 会計学学や経営学を中心に勉強させてていいただいておりますおあのビジネスマネージメントの学科の中で、まあ、ゼミもね魅力的なゼミたくさんあるんですけれどもそういう会計のことを中心に勉強してるんですかゼミは経営士を専攻しておりまして経営に興味があるんですね。 そうですね、うん、その経営に興味があるといいますか、そのの過去の歴史に興味がありますねどのようにしてその経営者が経営してきたかみたいなはいは<ー>その企業写真みたいなのに興味がありまして、経営史のゼミを専攻させていただきました、うん、なるほど、えー、では3年生、システム工学部の佐藤さんは、今、どんなことを学んでるんでしょうか、教えてくださいあ、はいは、えー、と僕たち、システム工学部は、えー、5つの学科がありまして。ええ 光メカトロニクスと環境システムとデザイン情報と精密物質と情報システムというものがあります。うん、で、そこで僕は光メカトロニクスなんですけども、うんうん、えっと光と電気と機械について深く学んでいます。光と電気と機械はい。はい、えっと。それで環境システムの方はおそらく、えー、フィールドワークで、えー、いろんなところに行って調査をしたり。うん えっと、建築などの景観の勉強をしていると聞いています。<ー>その他はちょっとあんまり詳しくないです。はい。<laughs> そうですね、ええー、友達も、あの、システム工学部にいて、はい、違うことを学んでるけど、同じ学部ってことですか。あ、そうですねうん。本当に、あの、研究の対象が幅広いのが特徴ですよね。あ、そうですね。全く別々の関係になってるんで。う その一つ一つの学科それぞれの特徴があると思いますそうですね、はい、だから学科ごとに友達や先生同士でまた交流があって新しい研究が生み出せるっていう話も聞いたことありますけど、はい、そういうこともできますよね、はい、そうですね、うん、他の学科とも協力するとまたより一層研究も 進むこともあるだろうし、新発見もあると思うんで、うん、いいことだとすごく思いますでは、観光学部の岡田さん、岡田さんは、観光学部でどんなことを勉強してるんですかはい、えー、観光学部では、地域再生学科と観光経営学科という2つの学科に分かれていて、えー、で私は地域再生学科に所属しています。うん、でゼミはあのー、先ほども少し話題に出たんですが、あのー 映像の話題のクリエの方と一緒に合同にしたあのデジタルドームシアターのを作った先生を九道先生って言うんですけども、ええ、その先生の合同ゼミに所属させていただいててで天体のことであったりだとか、うん、あのその先生方は天体だけでなくあのプレゼンテーションの大切さだとか というのを研究しているので、でそれに惹かれて、はい、ゼミに所属して、<laughs> はい、はい、えー、そういうことを学んでいます。<ー>はい、お給渡先生はあのー、本当にね。 ゼミ生もすごく多く多多てはいいうんあの楽しそうですねすごいねみんな仲良くてゼミ旅行も今度夏休みに計画して先輩と一緒に先生も一緒にゼミ旅行に行ったりだとかあ,<ー>あとは企画をしたりだとか、えー、そうですね先生も一緒になって力を貸してくれるゼミなので。 はいうん、それぞれの学部、本当に魅力的だなと思いますね。では、実際に今、どんなふうに過ごしているのかということもちょっと聞いてみましょうね。キャンパスライフについて。教育学部の林さん、あの勉強以外にもですね、いろいろと頑張っていることあると思うんですけど、教えてもらえますか。そ、はい、そうですね今は、えー、やはやりその 教員採用試験に向けての勉強はもちろんあの、えー、しないといけないのでその他には、えーそうですね、やっぱり大学で自然がこう豊かなところなので12、うん、回生の時はお花見をしたりと<ー>だとか、うん、いろんな楽しみはあるのでこう勉強もやりながら自分のこう好きなこと歌もやりながら。うん 毎日過ごしていますはいあのそもそもね林さんが和歌山大学に入ったのはどうしてですかえと教師になる夢はもちろん高校生の時くらいからあったのでうん、うん、進路を決める時は教育学部に行こうというふうに考えていまして、えーえー、の目指して、えー、のいました。うん でそれで音楽専攻科に入ったのは、うん、あのピアノを昔からやっていまして、うんえー、でそれで、うん、あの歌とピアノを、うん、あのちょっと練習を頑張って、うん、あの音楽専攻科ていうことで受けけさせてももらったんですけれどもあ、うん、あの教育学部の、ね、音楽の先生ってすごい楽しい先生がいるって聞いたことがありまして。 すごく個性豊かな先生、ね、個性豊かな感じ <laughs> なんですよね,ね、はいえー。そんな中で学んでいて今、はい、どうですか。面白いですかやっぱり。そうですね。うん、すごくその個性豊かな先生もいらっしゃいますし、その先生方がすごく熱心に、うん、あの指導してくださって、はい本当に勉強になることばかりです。うん。はい、では、えー、経済学部の伊ガラさん、普段は。 大学でどのように過ごしてるんでしょうかはいその私自身も単位をほとんど取り終えておりまして、うん、週一でしか授業は通行っていないんですがその他クラブやサークルなどで、えー、毎日楽しく過ごさせていただいておりますどんなクラブに入ってるんですかクラブは二つやっておりまして<ー>会計学研究会と写真部を、うん やらせてやらせていただいております、えー。サークルも入ってるんですか？はい。サークルはその今一番力を入れているのが今年友人と協力して立ち上げたアグリコという園農サークルを今一番力を入れて活動させていただいております。園農サークル。はい。その和歌山の各農山宗地域でその。 人手が足りないと言われている農産村地域に僕たち大学生がその何かできないかなと思いましてその農産村地域の方たちの、えーこえー、米作りやそのトマトの収穫などのお手伝いをさせていただいておりますえ、うん、じゃあ,あの外の人ともすごく関わっていて、ね、えそ,そうですね、うん、まあ農産村地域の方と協力させていただいて、うん、他にはお祭りなどもさせて 協力スタッフとして協力させていただいております。そうなんですか。得るものが大きいですよね。なんかそうですね。うん、いろんな方とたちとのつながりはやはりそのサークルこのサークルで得られた貴重な経験だと思いますね。なるほど。ではシステム工学部の佐藤さん。はい、佐藤さんはあの勉強ももちろんね大変だと思うんですけれども、はい、今他にキャンパスライフ楽しんでいることってありますか。はい。えっ、ー、と僕も井川さんとちょっとかぶってしまうんですけども。 部活をやっていまして準<え>公式野球部という野球の部活をやっていますおお野球ですか、はい、昔からやってたんですかあ僕は高校はやっていなかったんですけどうん、うん、あまりに